はい、どうもこんにちは。ホッセルと申します。カゲロウことシャドウゴリの影の回廊の任天堂スイッチバージョンですね。日暮らしの回廊、難易度修羅、プレイしております。本日もどうぞよろしく。前回の続きから、マガタマ3個手に入れた状態だね。では、やっていきましょう。徘徊者めっちゃいる。鍵ないんだよね。あそこあるかな？鍵。鍵！プリーズ！ギブミー！しっしゃー！おい、ジジイ、来んじゃねえ。バーバー、死ね。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。早速暴言から始まる男。年寄りは大切にせねばなるまい。来ないか？来ないか？来ないね。今水溜まり映ったけど、大丈夫っぽい。だよな。よし。来た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 。忍び寄ってるわ、今度は。忍び寄ってる奴がいる。違う！忍び寄る徘徊じゃない。ちょっと待て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 ！ウェイ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 ！落ち着け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 。あ、走ってるやつもいるな。あー、ここは名残惜しいが、あ、来るなあいつ。最初のマガタマに寄せられてる。マガタマじゃなかった、なんだっけ、爆竹か。ここはもう鏡使っちゃう。確かこっちにマガタマあったよね。アイテムすっげえ言い間違えてるけど俺。これはいけそう。大丈夫だろ。他の徘徊者さえ来なければ。勝った。これは勝つるのでは？いっそのこと象を振りまく影が出てきてくれた方が、すっげえ、ありがたいんだけど。この状況では。バレるかなこれ。まあ、単調べたかったな。けどそれは許されない。とっとと行こう。よし。このままゴールへ向かうだけど、簡単なお仕事。どこがゴールだろう。それが問題。大丈夫。バレない。バレない。カメラもう一個ぐらい欲しいな。もうここから先は慎重に行く。だいぶ来てると思うから、もういいところにワープしたような気がするけど。え？あ、もういらねえわ。さすがにこれ以上は必要ない。無駄な動きは一切控えて、とっととゴールへ行こう。怖っ！待て！落ち着け！俺の話を聞いてくれ！頼む！来ないで！大丈夫かな？お？かけるか？勝負に！勝負かけるか？
けるかこれ。やろう。死滅どうするバカ。バカ丸出し。でしょ。これこれどこにいんだ今。離れてく。はあ。うそー。まあまあいいけど、行ってこいだから。別に水晶を消費したわけじゃないし。いいもんね僕。はい、うざいよ。うわ。どこにいるだろう。鉢合わせるかな。通れない。やべ。来てるだろこれ。あ、時間稼げる。行こう。あ、よかった。マジ？うーわ、ショックだわ。これちょっとむずすぎない？よくこれクリアできるやついるよね。マジで。どうやってクリアすんだ？それとも、やっぱり何回も死んでんのかな？挑戦してる人たちって。クリアできるだけでもすげえと思うんだけど、このステージどうだろう。やっぱり運ゲーっていう感じはするよね、プレイしてて。早速泣き女のいるところを。反応しない。走れないから嫌だよね、彼女がいるところは。隣の部屋か。しゃがんでろ。どこにもいませんけど。頼むから鬱陶しいやつ来ないでくれ。俺に一つ勾玉をくれ。端っこ開けてこ。奥の方へ投げるか。いただきまん。いただきまん。ほい。さようなら。もう二度来ません。つけろって。あー、カメラに見えたけど一瞬。反応するかな。どの辺ぐらいから反応するだろう。彼女はカメラいいですね。ほい、ゲットゲット。このまま時計回りに行こうかな。ごゆっくりと抜き足差し足忍び足で。
ただこのゲーム慣れてくると、走っちゃうよね、どうしても。軽症の徘徊者がいる。ついてくるかな。大丈夫だと思うわ、これは。うわっ！これ来るやつだ。今のうちは漁っちゃおう。姿を表してる？これ。金の感覚短いわ。こっちの方から聞こえたよね。こっちに出るか。まあ、いけるだろ。鍵か。うわ、投げとくか。どうしよう。入ってくるかな、継承。入ってきそう。入ってきそうな気がする。待て待て待て。なくね。入ってこねえよ。大丈夫。まかたまなくね。俺これ鍵開けて入ったよな、この部屋。は？バグ？え、ちょっと待って。こんなことがあっていいのか。え？え？あれ？マジで？うせやろー、このゲーム。こんなんあったか？日暮らしに。ちょっと汚い感じがするんだけど。マジか。あれ？明かりつけてくんないんだけど。L ボタンの反応が。無駄骨か。やってんな、このゲーム。アイテム他にないかな。流れはあるし、とっとと角部屋行こう。角部屋中心に立ち回って、とっとと北側へ行っちゃうのが、もしかしたらセオリーかもしんない。つうかむしろいきなり、鏡ぶっ放していくぐらいの勢いでもいいかもな、これ。あれ？大丈夫か。いきなり鏡ぶっ放して北側にワープするっていう手もありだよね、全然。鍵でしょ。おっしゅー、いいですね。鍵はすぐ見つかるんだよね。問題は敵の仕草。またここまでは流れがいい。マガタマ部屋にぶつかったら思い切ってその時点で鏡で飛ぶか。少々アグレッシブに。ここも徘徊者入ってきそうだよね。ああ、あいつだ。来るよね。え、どこから来てる？後ろだよね、これ。うわ、行き止まりだ。やばいかも。
これ角部屋だよね。これなんでこんな徘徊者いんの。来たこっちでしょ。とっとと行こう。あ、来るかな。つけて、つけろって。追いかけてくるかな彼。あ、ここ何もねえ部屋だった。距離取りたいよね、整理画の徘徊者から。索敵範囲は歌が聞こえ始めてからもうちょっと内側なのかなこれ。あ、やっちまった。これやってんな。この発砲覚えねえといけねえわ。一旦中央エリアに出るとピンチになっちゃうから。けど行くしかないよね。ピンチになってから、鏡を使っても十分に間に合う。まがたま送れ。はい、はい、どうも。これさ、壁に繋がってるお面、ほぼ 100% 面中じゃね？難易度しろ。今んとこ少なくともそうだわ。鍵！ゴミ。鍵じゃなくてゴミ。回復アイテムでしょ。部屋の中までは面中来ないみたいだから、襲われてる時じゃない限り。今反対向いてるよね俺。中央エリア行かないと。中央エリアまでが遠い。敵来てないよな。あー、忍び寄ってるやつじゃなくて、誰だ？神楽鈴鳴らしてるやつか。すっげえそばにいる。今さらこんなやつに捕まってらんない。入ってくるかな？足音鳴らしてたか、俺。頼む。来るな。ろうそくが消えたらまずい。ろうそくじゃない、ライターだ。え？俺しゃがってたの？すげえ！戻ってるわ、これ。これ使っちゃおう。で、これどこ？カメラ使わなくてよかったな、鏡使うんだったら。なんで俺今の見つかんの？物量一気に使っちゃった。こっちが来たでしょ？違う、こっちか。とりあえずゴール方向向かおう。ゴール方向向かいながら探索しよう。カメラ欲しい。鏡か。戻ってきたな。お、爆竹もある。しゃがんで。それともこれアップデーでなんか修正食らってんのかな。格子の向こう側でもあんまり離れすぎてたらしゃがんでて見つかるっていうようなアップデー食らってんのかなこれ。それともライターつけてたのが原因かな。なんでだろう。なんで俺さっき見つかった。格子の向こう側だったら距離関係なくしゃがんでたら見つかんなかったでしょ今まで。なんでだろう。うわ、向こう側行くか。俺行きたい方向なんだけど。走り回る徘徊者がうげうげ言ってんのか。顔がいるのかと思ったけど。
離れてくる。離れろ、むしろ。俺によるな。触るな。汚らわしい。ひどい言いよう。こっちに行ったよね、カグラツグ。俺行きたいのに、こっちに。あえて、火中に身を投じる男。お前いるのか。めっちゃいるけど。やば。あ、これやばいだろ。これやべえわ。大丈夫大丈夫。もう一個投げとく。ここは惜しまない。うっそ。使っちゃえ。あ、継承の徘徊者もいた。ちょうどよかったわ。これどこ？今度は。こっちが来たか。一回来てる。あ、そっか、左下の角部屋、これ角部屋か。半時計回りするか、今から。こんな遠くに飛ばされるなんて、ついてない。運がないね。リアルでは運がある方なんだけど。リアルラック。はっ、始まる。徘徊者いるのか。はい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 。ぶつけちゃった、ごめんね。やばい感じする。おーっと、罪。抗うわ、抗う。距離取って。最後まで戦い抜く。全然喋れてないけど。ごめんよ。アイテムないんだけども。やべえ。やばいよ。風前の灯火なんだけど、命が。ついてきてる、ついてきてる。あ、どこにいるの。え、この向こうじゃね。あ、終わった終わった終わった。今回ここまで全くクリアできる気がしない。はい、ではありがとうございました。